さあ、ショレイ、それでは今日も今日ってね、ドラゴンクエストモンスターズ3やっていきたいと思います。本日はですね、現段階で、ほぼほぼ最大効率のですね、経験値を稼ぐ方法がですね、発見されたということで、レベル上げをしたい方がいっぱいいると思うんでね、そちらの方を紹介させていただきたいと思います。はい、ではですね、早速その経験値を爆稼ぎする方法をしてやっていきたいと思うんですけど、まずはですね、この煉獄峠の魔界上級に来てください。上級の魔界からですね、メタルキングが自然で発生するんですが、そのメタルキングを狩ることで経験値を稼いでいきたいと思います。そしてですね、さらにその効率を上げていく方法を紹介していきたいと思います。まずはですね、オートセーブ設定でですね、オートセーブを切っといてください。この理由は後々説明するんですけど、そしてですね、可能な方だけでいいので、行けたらですね、魔界の闘技場 X アリーナの B 級と、S 級をクリアして、その経験値が増えるアクセサリーをゲットしておいてください。そのアクセサリーをね、持たせることで、そのモンスターがもらえる経験値がかなり増えるので、もしね、経験値をいっぱい上げたいモンスターがいたら、それをゲットしておくことをおすすめします。あとはですね、魔人斬りなどで、メタルキングを狩れるような特技を持っているモンスターだったり、攻撃力が高いモンスターを用意していくことをおすすめします。ではですね、早速メタルキングを借りに行くんですけど、今回ですね、魔界のね、ある場所にメタルキングが湧くスポットというのが何か所かあるんですね。でそこを巡って、メタルキングがいるかどうかを確認していくと、そういう感じですね。じゃあまずこのね、これ何、竜爪広場で合ってますか、呼び方が分かりませんけど、ここ行ってみましょう。まずは1箇所目ですね。大体早い人だとね、結構早く出ると思うんですけど、かかる人は1時間ぐらいかかるって人もいたらしいんで、運もあると思うんですけど、自分はね、結構早く出たんで、かなり効率がいい方法だと思いますね。で、ここですね、こう上がって、階段上がっていきまして、こちらの橋をですね、渡っていきます。そしてですね、そこのフランスパン、あのようなですね、この爪、竜の爪っぽいところですね、ここを渡っていきます。こんな感じですね。そうするとですね、この爪の下に小さな広場が見えるんですが、ここにですね、メタルキングが湧く可能性があるんですね。ただ今回は湧いていないので、次のスポットへと行ってみようと思います。次のスポットが採掘現場ですね。この竜爪広場と、ちょっと読み方わかんないんですけど、この竜爪広場とこの採掘現場、ここをですね、巡るっていう感じでスタイルでやっていきたいと思います。そしてこちらに着きましたら、橋とは逆方向、こっちですね、このでっかい石階段のようなところをですね、こう下っていってもらいます。ここをですね、下っていくとですね、この辺かな、この下のこの緑がある場所、この辺にメタルキングが湧く可能性っていうのがあるんですが、今回また湧いていませんので、この場合はですね、一回リセットしたいと思います。モンスターを湧き直しさせるですね。でリセットの方法としましてはですね、他の魔界に行くこと、他の魔界に行くことで、メタルキングが出現するかどうかはリセットされて、また確率で発生しますので、これを繰り返していきたいと思います。なんでこの煉獄の魔界にしたかというと、ここがですね、一番操作が早いってことですね。まずメタルキングが湧くスポットも近いですし、このルーラーもね、はい、動かす手間が省ける。なんでここでやっていきたいと思います。ちなみにですね、最後の魔界、の方がですね、メタルキングでもらえる経験値が増えるんですけど、効率面を考えると、こっちの方がいいんじゃないかなって思っていたりします。それは皆さんのね、お任せします。ただね、最後の魔界、ボスが、お父さんがいるところですね。あっこはですね、ちょっとね、メタルキング探しづらいっていうのはあるのかなと感じています。そしてですね、皆さん、もう一つ、季節がですね、冬の時にですね、もう一つ、おすすめのメタキンスポットがあるんですね。それがこのルーラで来た南の小島ってところなんですけど、この南の小島はこの人食い場がいるところですね。こっからちょっと走ってもらって、そうするとですね、奥にね、水に囲まれたちっちゃな島があるんですね。あそこ、ここは冬だけ、水が凍って行けるようになるんですが、どうやらね、ここの真ん中にもちょっとメタキンのね、湧きスポットがあるらしいので、もしですね、冬の時はここに来てみてもいいのかなと思います。じゃあね、実際ちょっとメタキン探してみましょうか。おっ、皆さん見えますか、南の小島に出てくれましたね。ではですね、これメタキンが出たらですね、即これセーブを書いてください。セーブ
ここでですね、オートセーブをオンにしていますと、勝手にね、逃げられた後に、セーブされてしまうので、ちゃんとですね、オートセーブを解除して、この手動でセーブを書くことで、もしですね、メタルキングに逃げられた場合もですね、また、ゲームを一回落としまして、やり直すことで、もう一度、メタルキングと戦うことができます。なんでね、これは絶対に、オートセーブしっかり外しておいてください。これがマジで大事です。あとはですね、まあ、お持ちの方はね、元気玉だったり、超元気玉を使用をお勧めします。そうすることで経験値が2倍だった 1.5 倍になりますよね。今回自分は超元気玉を使わせていただきます。さあ、やっていきましょう。しっかりね、魔人斬りなどを覚えているモンスターを使うことをお勧めします。はい、いけ、いけ。当たれ！でも結構、いけ。なんか、ちょっとね、まだ俺たちのモンスター火力不足ですね。そして1人やられてしまいましたね。よーし。持っていきましたね。ただ1人、1回ってくれ。頼むよーし、よしよしよし。よーし、やめてー！ちょっと！皆さん、俺の大事な相棒の1人がちょっと経験値をもらえなかった可能性があるんですけど。待ってくれ、待ってくれ。落ち着け。みんなこうやってね、もしね、味方がやられた場合、結構ね、メタルキング火力高いんで、気ぃつけてください。もしね、味方がやられちゃったらね、一回やらせることをお勧めします。当たり前だけど。さあ、皆さんやりました。メタルキング。大体ですね、10分くらいで出たですね。かなり早かったです。そしてですね、63万。60万か。60万経験値。ああ、すごい気持ちいい。これは脳の汁が出ますね。これね、結構メタルキング、今回1体だけしか出なかったんですけど、3体ぐらい湧いたりもすることがあるんで、マジで、この方法はですね、効率がいいと思います。ボーナスのね、この 2.3 倍がすごいですね。これはアクセサリーとか、そして元気玉のおかげですね。さあ、そしてですね、まあ、レベルが一気に50レベルまで上がってしまったと。まあ、今回ね、モンスターズ、強いボスが多いと思うんで、もしね、行き詰まったりしたら、まあ、上級だとね、結構強いボス多かったんで、行き詰まることがあったらですね、この方法を使うことをお勧めします。まあ、ということでね、今回はね、まあ、経験値を爆、もらいする方法について紹介いたしました。これね、メタルキング3体とか出たら200万超えてくると思うんで、マジでいい方法だと思います。あと10分くらい出たんで、かなり効率も、いいですね。まあ、あとですね、まあ、大体オートセーブだけは外すことをお勧めします。あとは、魔人斬りですね。まあ、ということでね、本日はこれを閉鎖していただきたいと思います。他にもね、まあ、これからもモンスターズのね、面白い情報だったりをね、紹介していきたいと思うんでね。まあ、もしね、これを紹介してくれるとかあったら教えていただけるとマジで助かります。ということで皆さん、本当はありがとうございました。お疲れでした。グッバイ。